どうも。のんちゃんだ。<laughs> のんちゃんです。いや、寝、ね、寝起きではないけど、ま、まあ、まあ、まあまあまあ、寝起き。こんばんは、の声がガサガサ。<laughs> のんちゃガサガサだった。<laughs> ここにいるのはのんちゃんじゃないですかとだけ言いに来たのんちゃんです <laughs> のんちゃんですそう寝起き店主になっちゃってる大丈夫30分後ぐらいには治る <laughs> マシンガーさんハート100ありがとうございます できたおめでとう仕事めっちゃ忙しいので今日は勝手にハンバーグしてこれでだだだッダッダッツか大好きじゃねじゃあね, <laughs> ゃあねー寝起きつっても、まあね、寝起きじゃないっちゃ寝起きじゃない微妙なあれですね 北朝公園、当たった。おめでとうございます。<laughs> おめでとうございます。お待ちしてます。<laughs> えー、よかった、当たって。<laughs> こんばんはー。ハンバーグ早かった。 <だ>ね、<laughs> 韓国はまあそうだよね寒そう。 いっぱいネタがあるならじゃ話せる分だけ話そう <laughs> 神奈川県の地元のみかん初めて食べたよ種があるしうん 公園当たったおめでとう待ちしてます上 <laughs> 手に来ると私は見やすいよ最初ちょっと見にくいけど <laughs> 最初ちょっと見にくいけどルソは真ん中いよね <laughs> 柱で隠れちゃうから 私、冬の方が好きです <coughs> 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 実家に起床しますので室町公園に行けないゆっくりお休みください <coughs> 二回連続で当たった。おめでとうございます。やばいなんかめっちゃやる気のない人みたいな配信になってる。助けて誰か。<laughs> やる気はある。やる気はあるけどなんか頭がまあ。<laughs> 28だと実家に戻る方が多いんですかね。 だから本気出すだって。それは出せないやつよ。<laughs> それは出せないやつよ。相当意志が強くない限り。 あの、その場面撮ってくださってる方にはねそう待ってると思うんですけど私の年末にやりたいことを発表していこうと思います <laughs> 興味ねえよって方も一応聞いてください <laughs> 興味がないならまあ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 聞かなくても聞いてもどっちでもいいです <laughs> でそうやりたいことがありましてそうそれが白いあのタオル買っておしメの名前書くあの「紅白」で私のおしメがね最後に 立つので、<laughs> 最後に、そうは、初センターの曲を踊るので、私は、そう、白いタオル買って名前ボーンって書いて、一人で家の中でってやります。ちょっと寂しいけどね、やりたいなって <laughs> 思います。だからちゃんと書こう。白いタオル買わないとだ。 アスカちゃんの斎藤の字がほんとにさい「斎」か難しいんだよ難しいの、ね、よ頑張って書かないといけない <laughs> うん な,ないけど作れたらいいなっていう。願望です。<laughs> 楽しみですね紅白は足でサマーだと思ってなかった夜ご飯じゃないですさすがに <laughs> 自分は同じ名字だから楽勝で書けますあれ同じかなちょっと違う気がする なんか中身がもうちょっといっぱいある <laughs> あの高橋のさ中が口か端かみたいなその違いだと思います多分。 難しい地の方なんだ私は難しそうで難しくないです <laughs> 白に田んぼの高くだけなので「紅白」見に行きたいけどうん こっちでゆっくりしたい。<laughs> あの、うん、卒業ライブで当てたい。<laughs> 当てたいの私は応募の仕方ものに一つとして分かってないけど当てたいですね。 うん、どうせなら漢字で書きたいよね。こんばんは。そう。あと、そう、まあ、今年中には無理だろうけど、あの、デコーチは作りたいなそう、だから作ったことあるお友達に、そう、作り方聞こうかなって思ってます。 不器用だからうまくできるかは知りません。<laughs> ちょっとわかんないんですけどやりたいなって思います。ガッサガッサイヤホンから聞こえる。<laughs> 申し訳ない。でも私は容赦なく食べます。<laughs> しててもらって関係者で見に行こう <laughs> そんな簡単じゃないんだよ簡単じゃないんですよえなんかがめつくお願いはしたくないし <laughs> そうだからといってなんかねそれで当たらなくてもさ悔しいよね <laughs> 関係者席でライブ見たことないです。私がそういう場に行ったのは劇場とか武道館が初めてなので、立川だったから関係者席は行ったことないです。でも見たいよね。あの、最終日に見たいです。<laughs> 卒業ライブで、ね、気,気になるのがどんな形のドレスか <laughs> そう使い回しじゃないことに拍手を送りたいよね本当すごいと思う劇場公演なら横で見れるのにね そういう現場に客席側で行ったことがないからそうなんか着いた瞬間何をしたらいいか私は絶対わからない <laughs> そうだからそう関係者席見ちゃうって方もいればおすぐさま座るって方もいるかと思うんですけど私はわかんないです もう出ちゃいんだよ、だって。<laughs> 無理でなんちゃんにお手紙書けることになりました。<laughs> 書いて、ね、ぜひ、ください。<laughs> あ、あ、当たったってことか、室長さん限定公演かな。 でもさ、雪きねもさ、あれ、HKT さんのライブ行きたがってたけど <laughs>、あの時に、稲研究所のあの渋谷のサイネージ撮らなきゃで、そう、時間的に行けなくて、すごい、なんでってずっと言ってました。<laughs> そうだから 連れてってほしいですね。<laughs> 連れてってほしいですね。おすごい。室長さ公園も三輪も波動も当たってる。<laughs> すごいな。そう こんばんはにーこんばんはにー、す <laughs> きありがとうございます。軽トラに当たった。やばくない。ネ <laughs> タ<似た>。<laughs> ネタであってほしいですね。<laughs> 軽トラに当たるわ、やばい。新年からたくさんなんちゃんに会える。そうだよ、いっぱいあるよ。<laughs> いっぱいある。こんばんは。うん 遊びに来たよ。ありがとうございます。なんかさ、あのクリスマスファンミの。時の衣装。は、そう久しぶりに、あれ使ったらしいんだけど。めっちゃ可愛かったし、綺麗だった。<laughs> ね、でしかもなんかその写真載せるとなんかめっちゃ褒めてもらえる。<laughs> <laughs> サンタ漏れる？<laughs> サンタ漏れるんですよ。 あまたある <laughs> またあるあーほんとだ <laughs> ほんとだほんとだちょっと母から今 LINE がありましたコメントをちょっと見逃しすぎて <laughs> 中地さん誕生日おめでとうございます今日だよねおめでとうございます 母から今ラインが入りました。<laughs> ごめんなさい。無視しちゃった。<laughs> ごめんなさい。おめでとうございます。え、クリスマスは配信があるのあ、毎日配信してるからクリスマスの多分仮装はしないけど <laughs>。はい。やります。またトナカイの登場ですか なんちゃんは褒められたいんですよ。うん、まあ褒められて嫌な気はしないよね。<laughs> あいちゃんとのツーショットは待ち受けにしてるよ。サンタの衣装。あんあれか。私がお膝に乗ってるやつかな。 <laughs> はいなんとかあはさんもナイスだって <laughs> まあ怒られて伸びるタイプはなではない絶対な一回多分「ん?」ってなってからその期間を得て成長するけど <laughs> な一番伸びやすいのは多分あの「こうこうこうだからこうしなさいよ」じゃなくて普通になんか こうこ,うこうだからここをもっとするよりといいよみたいな言い方の方が私は好きです。<laughs> ここはこうなんだけどなてんてんてんみたいなやつはちょっと好きじゃない。<laughs> 言ってもらえるだけいい方なんだけどね。そう。言い方はやっぱ大事よ。 例えばさ自分は何も悪くないけど口喧嘩になっちゃってもうこっちは絶対悪くないけど相手のことをすごいさも面と向かってさ悪口言いまくったらもうお互い様になっちゃうじゃんそれと一緒です埼玉は雨でしたね東京も雨じゃない多分。 のんちゃんのトリセツ <laughs>。え、みんなそうじゃないのね、怒られて伸びる人もいるのか。な悔しいで伸びるってことか。私多分怒られても伸びないんですよね。え、伸びはするかもしれないけど、あの、気持ちよく伸びれないよね。<laughs> 反省うちの子にもそう言ってみる <laughs> ぜひ言ってみてください <laughs> 言い方は大事よ「こんばんは」と見せかけて「こんばんは」だってそれは「こんばんは」だこんばんはそうなんかでも最近そ公演がま,、まあ、まあまああるじゃん回数が。 そう、なんかそれね、なんかね、その時、頑張ったの、めっちゃなんか見つけてもらえるので <laughs>、嬉しいなーって思います。いや、寝起きにしては収めた方よ、ボサボサって言うけど。収めた方。<laughs> 私なんならもう、9時ぐらい行っちゃってるかと思ったもん。そしたら5時半で、 安心しました <laughs> 初見ですあのエンだと思えないくらい可愛いし大人っぽくて羨ましいです初見ありがとうございますありがとうございます <laughs> 中三ですかね中二？12? どっちですかね <laughs> そうなんですよ。よく言われますね。大人っぽい。そうこれでも最年少です。<laughs> そう声当たったのでのんちゃんを試します。お多いね、やっぱ。<laughs> そう、室長さん公演で終わりなのかな多分。わかんない。<laughs> 公園ののんちゃん輝いてたよ。ありがとうございます。からしなのよ。<laughs> からしシュークリームなの、ね、のんちゃんをしに来ました。ありがとうございます。じゃあちょっとこのルームにずっといてもらって。来 <laughs> 年中には公園行きます。ぜひ来てください。 クジさんペンライトありがとうございます見たい気持ちとそろそろご飯作らなきゃといけない気持ちと,とで結果見ているコンビニでいいよ <laughs> コンビニでいいよ <laughs> コンビニコンビニ <laughs> 最悪な誘いですね <laughs> 研究成功園頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。10、十あ、あ、よくない。<laughs> 私はまだ14だよ。<laughs> 私はまだ14だ。15じゃない。私が15になるのは来月ぐらいだよ。<laughs> 私はまだ14です。15じゃない。<laughs> マックラのドの様そのどうもありがとうございます。来年は当たりますかね、まだ1回もいけてない。いや、大丈夫。いつかは当たる。いつかは当たるから大丈夫です。のんちゃん、人生何周目だの <laughs> んちゃん、それは悪い子なんよ。その手があったか <laughs> いや、まあ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 、うん。 ま、なくはないよねっていう。一つの案です。<laughs> 一つの案です。二回休みだったから久しぶりの公演だ。ね。そっか。ね。久しぶりか。14歳です。8歳じゃないです。室 <laughs> 長限定公演のビンゴの上あげるためにカツ丼食べる。 じゃあぜひビンゴで買ってください <laughs> こだわるなだって室長公演外れなのか当たりなのかよくわからんメール来て困惑だって誰かちょっと教えあって <laughs> 教えあってください畠 <laughs> 山のぞみ八さん好きなものは骨のついたお肉 好きでしたね。<laughs> 好きでしたね誕生日迎えた後自己紹介で名前間違えないように今から練習しておこうでしかも私多分15歳になって数ヶ月後に最年少じゃなくなるかと思われるので練習してみましょうか。<laughs> はいえって何て言ったらはい私が皆さんにみんなが叶えたいのはと言ったら。 望みと言ってください。みんなが叶えたいのは。望み。埼玉県出身。十五歳。はたき山望みです <laughs>。言いづらーい <laughs>。言いづらいです。とても。でも十五歳おきにも最年少をちょっとと、取った方がなれ、なれるかなな <laughs> れるんですかね。私と裏の最年少だから見てじゃなくて。そう。 あの子最年少だったんだ。全然見えないわっていうリアクションをお待ちしてます。<laughs> そっちをお待ちしています。お披露目の画像を見てきたんですけど、さらに可愛くなってて、もう無理です。<laughs> なんか無理って <laughs> そうだよね。まあちょっと、何ヶ月ですかね。12月だから。 5月で多少12345677か月も経てば美容に目覚めれば変わるんですかね <laughs> えでも変わったよねちょっとちょっとは変わったよねちょっとは変わったと思います私も <laughs> そうなんかメイクとかも前よりはこだわるようになったので上手くなったねもうすごい言っていただけますね それは多分当選メールですだってと当選なら後日詳しいメール来ますと書いてありますだってまあ普通っちゃ普通よねまあ確かに高校生ああ確かにでも15歳になってから数ヶ月後にやると多分もうその数ヶ月で慣れちゃうから入学して なん、もう全員、全、高一が入学しているであろう時期に、高校生になりましたーって言えばいいか。<laughs> え、でもなんかあれだよね。なショールームで3人撮るみたいな。昨日ありましたよね。<laughs> そう。 どうなるんですかね。そうだから私、多分18期で募集してたら <laughs>、十 ?18 期募集で応募してたら受かってたのかなってすごい、昨日考えてました。なんか、まあ、17期も段取りは多かったけど、うん。な十八18期はねど、どうなるんでしょうね、私。<laughs> ショールーのやつで、ね。 どうなるんだろうあれ、皮出ししないといけないんだっけ頑張りたまえ <laughs> めっちゃ人事やんってね 小学生、え、あの、お披露目の時期にもやるけど、4月超えたらだって12歳じゃん。入れるのが。で、小学校6年生で12歳になるから絶対中1になってるんですよ。もう4月超えちゃえば。なってるんです。<laughs> そう。だから小学生、時期によってはあれじゃない小学、受けた時は小学生だったけど、みたいな。で、私だって受けた時中2だもん。で、あの、 今年度に、ね、あれ、お披露目だったから。そう。JK のんちゃん今からワクワク。ワクワク。<laughs> こんばんは。なんちゃんと応募者のショールームが被るかもしれないね。確かに。もう見に行っちゃう、私も。<laughs> 見に行っちゃうもう。そうね、時間は絶対被るでしょうね。だって年齢的にも多分制限出そうじゃないだってさ、小学校6年生が11時から配信なんて嫌でしょ <laughs> 夜の23時から配信しますって。ショルームけようか迷ってます顔出しが怖くて。怖いよね。受かる確信がないのに。私も多分、まだあの受ける側だったら多分。 怖くてやらないけどそうだよねそう17期はショールーム審査がなかったから全然なんかもうお披露目でやっと顔が分かりますみたいな状態だったんだけどそうだよね受かるか分からない中の顔出しってなかなかの不安があるよねいやでも私はショールーム配信 の審査やりたかったんですけど、でも顔出しを考えたらあ、あれよね <laughs>。そう。顔出しで、ラジオ形式でもやっていいなら全然いいと思うんですけど、顔出しとなるとやっぱちょっとね、名前はニックネームでもいいな シードももららってて受かるか分かるないっていうねそ,うそこよねそう17期のオーディションで配信あったらまあ強制じゃなくても1回2回はやってると思いますそうやってみたいって思ってたからすさん、えっと、ペンライトありがとうございます小学生に戻りたいな <laughs> うん こんばんは。ぬんちゃんが年下メンバーの面倒見る姿がもう想像できる。いや、やっぱあの、同い年がいないから、そう、そういう面では面倒見たいなって思ってます。そうだから、中 3? 私が高1の時に入ったら多分、いろいろ悩むかと思うので。まあ、私で良ければ話は聞きます。<laughs> 多分研究生同士だから関わる機会も多いと思うし,しね一緒に星投げしようだって <laughs> 5月4日です私たち17期のお披露目ショールーム審査のメリットは受かる前からそうやって応援してもらえるとりあえず自分の存在は知ってもらえる あとコミュニケーションがあの普通の女の子だとやっぱ同級生とかさ親戚とかだけどその幅が広がるとか結構ありますあ今まではやっぱ出さなくてそうだよね <laughs> で今回は顔出しみたいですねにも17期特に 推し特にのんちゃん推しに変わりはありません言ったからな言ったからな <laughs> 言ったからな <laughs> <laughs> のんちゃん面倒見よさそうえわかんない私年下の面倒をちゃんと見たことがないんですよ部活ももう同級生に頼んじゃってたし いやまあ,あの時はね、ちょっと関わり方がわからなかったから。<laughs> その年上が身近で多かったから、ちどちらかといえば年上と関わる方が慣れてたから、そう年下って改めてどう会話したらいいんだろうってなった時に、ちょっと壁にぶつかりました。まあ、いけるでしょう。<laughs> まあ、いけるでしょう。こッの面倒を見てるような、一応年上です。 <laughs> なんちゃんに俺の面倒を見てもらういやーうーん <laughs> う<ー>ん <laughs> なんてうんのぞみ新幹線じゃなければとりあえず何でもいいや <laughs> とりあえず何でもいいです でも配信で見るのと生で見るのは意外と全然違うそうだよねだってさまずさ私のジャケシャを見てからこのショールームを見るっていう順番ならとあとショールーム見てからあの見るだと変わらない人が動くって大事だよねあれよりしっかりしてるなそうでもないですよ <laughs> <laughs> そうでもないですよ 超絶可愛い GC 入ってきてもかぶれないよ。あ、しても、ぶれないよ <laughs>。かぶ、かぶれちゃダメだ。まあ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 。あの、おしましにしてもらってせめて。<laughs> おしましにしてください。いや、私がジュースをごーさん あ,あこんばんはあお仕事終わりましたがね「なんちゃん歌唱審査は強がるつぼみを歌いました」「フフ山添せならん公園で実物を見てもらいたいけどうん」 まあ、キャパの問題もあるから、これはキャパの問題がないので、<laughs> 一っここで知ってもらって。正直、歌唱シーンさ、なんかこのグループのおったから落とされるみたいなのは、多分んない。<laughs> 多分ないです。自分が得意なのを歌えばいいと思う。 なんでみんなそんな小学生を求めてるわけ <laughs> なんか鼻のトナカイでも大丈夫うん大丈夫。<laughs> のの時もマイク絞ってたのかないや多分絞ってるなんか記憶にないけどあの今までの癖を考えると絶対クルクルしてる最近しなくなったけどマイクもつき会えも増えたからでも絶対あの時はクルクルしてるあでもわかんないもう重まっちゃってて何もしてないかもしれない逆に でも私マイクここに持ってた。エントリーナンバーナンバーの埼玉県出身畠本富士。ん <laughs> 顎やんどうだってもうほぼ顎。<laughs> いや、面白かったですね。しかも可愛い服を着てる子が多い中、私はジーパンにゆるい何、何な、なんて言ったらいいんだろう。 パーカーじゃないけど。まあ、うん。まあ、可愛い,いとはとても言い難い服を着ていきましたね。<laughs> 小学生求めてる芽生いだって、なんかさ、18期では小学生が来るかもね、みたいな、なんかすごい言ってくるから、いろんな人が。<laughs> もうそんなに小学生が好きなら、もう、 待ってたらいいじゃないか。<laughs> 今頃多分受けてるよ。あ、トレーナーか。トレーナーですね。なんちあんごで会話できるんだ。こんにちは。<laughs> こんにちは。そうだから私よく受かったなって思う。<laughs> ほんとよく受かったよ。私は中学生、来年高校生です。いいじゃないかなって。腹 <laughs> 話 <laughs> 術ちょっと無理だった。こんにちは。

なんか棒がついてる格好の中に <laughs>。そう、私しかもあの前髪がマジで、今も分厚いけども、めっちゃ分厚くて、もう目に光も入っておらず、ダンスもろくにできない。そして、歌も言うて上手くない。そんな中で受かりました。な <laughs> んちゃんも緊張します。 持ってた方がそう武器はあるからいいと思うけど、まあなかったらなかったで。それも武器です。探せばいい でもなんかうんうんうんこいつかどうなんだろう初めて見た頃よりいい意味で開かなけたと思うよあ本ほんと どこが変わったって言われたらちょっと私もわかんないけどなんか変わった気がするなんか変わった <laughs> 結果としてのんちゃん急激に成長してるしオーディションで見つけた人すごいと思う <laughs> <laughs> <笑><笑>そうでもなんかすごい褒めてくださってありがとうございます そうなんか表情が、みたいな結構言われちゃうので、この前の、そう、公演はすごい、やってました、表情。そしたらすごい、表情が良くなった、表情が良くなったってすごい、言っていただけたので、良かった。<laughs> チャイーさんかなはじめまして。あ、違うの拍手しちゃった。はじめまして。<laughs> なんですなんちゃアドバイス。1、服が可愛くなくていい。2、目に光がなくてもいい。3、乃木坂をっ <laughs> アドバイスじゃない。ただ私は、まあ、あんな形で言っちゃったよっていう話です。<laughs> 喧嘩を打ったわけではないんですよ。メイクだったり表情だったり、些細なことが良くなったと思うよ。 でもなんかそうこの前所長にあのオフィショット撮ってもらう時になんか「勉強した?」みたいに言われました「美獣もいいね」って言われました <laughs> そう「今日美獣爆発してるね」って言われましたファンミの時に <laughs> じゃあメイクが甘くなったということで今の夫婦かわいすぎて電車で叫びそうになったんです 電車で叫んだらヤバい人だよ「なんちゃんすごいよ褒めておく」<laughs>「のぞみちゃんなんだい」<laughs>「なんちゃんのビシロは柔軟なきで一番だ、ね、よ」そうだと思う <laughs> そう本当に何もないからそう私が唯一も自信を持って自分でもここはすごく褒めていただきますっていうのは 小顔ととスタイルがいいこと <laughs> そこはもう自信を持って言いますねたくさんの方に言っていただけるので17期で1番飛び抜けてるのは身長スタイル小顔ってこれから答えます <laughs> そう答えたいと思います あ、所長さんが所長さんだ。あ、そう。いつも可愛いけど、そう。今日美人爆発してるね、みたいな。<laughs> 私が一回ひねくれを言ったら、なんか、気にするようになっちゃって。<laughs> 申し訳ないですね。そう。一回ひねくれを言ってしまって <laughs>。そう、ちゃんといつも可愛いいけど、言ってくれます。 君が教えてくれたのタクシーのようにのパート好きすぎてそこだけ何回も DMM 見返してる人そう私がやっと歌える場所だから <laughs> その後に愛ちゃんとこうやってからこうやっていくところがねそう練習の時ねもう愛ちゃんと顔近すぎて <laughs> そうもうちょっと離れていいかなみたいに言われましたね 違う意味でそうナルシストとは思われたくない。<laughs> ナルシストでもないからちょっと勘違いされたくないですね。そうみんな変わってると思いますよ。そうフェイントね。フェイントやっぱね。あの春が来るまでとは違う難しさがあるんですよ。<laughs> そう春が来るまではあのサビの 頃の隠しあこのチャンチャンのやつがここ,ここからのこれがちょっと練習でマジ難しくてそう私急遽初日公演入ることになったので先生にマンツーマンで教えていただくとこ頂とい,いたんですけどそうそこだけめっちゃねもう何回やってもできなくて。 すごい教えてもらいました <laughs> いでもあれは本当に難しかった <laughs> でも私的にまさちゃん一番変わったと思うまさ <laughs> ちゃんと一緒にいる時間はかった <laughs> その何かすごい元から可愛いんだけど可愛いと綺麗がある今でもねうん ビンゴはあのもうダンスはもうヘナチョコだからもういいやと思っていった。とりあえずもうレスを送る時間にしようとって。ビンゴはちょっとレスを送る時間にしてます。こんばんは <laughs>。 なんかここがなビョーンって出てくるんだよねちょっと嫌ですねそれそう送る時間に手前2列目3列目奥打つってなってます配信の時間はまあ私はゲリラですね そうゲリラになっちゃいますね。<laughs> うちななきゃだいぶ個性が特出してて面白い。よかった。<laughs> よかった。私は。いる配信ですが、だいたい朝の六時四十五分か。 夜の18時半からやってます手前2列目3列目奥っつって仮 <laughs> 面で行った時のんちゃんとビンゴするのが楽しい <laughs> そうなんかもうん ま、もちろんね、推しを追いかけたい気持ちもわかるんですけど、まあ、推しが見えなくなったら少なくともちょっと見てほしいなっていう願いはありますね。<laughs> でも頑張って追いかける方もね、一時で素敵だとは思うんですけど、ちょっと見てもらいたいですね。<laughs> 歌って踊るアイドルのんちゃんかっこいい。ありがとうございます。い、え、つ、っとのんちゃんと全力キスマンやってみたいないつもまゆうとやってるから。 そうね <laughs> の野ちゃんパターンあるからほぼゲリラではないよ確かに、うん、私は私もにだいたい固定しちゃってるもんね6時45にやるか18時半にやるかでたまに19時になるかだもんね 一番変わったのは表情管理だと思うし、今いっぱい書いてるんご。ご飯は結局どうなったんですか <laughs> ご飯はどうなったんですか <laughs> 出張公演のノッチャを見に行くつもりです。あ、そっか。<laughs> そっか。ありがとうございます。じゃあ、馬場ちゃんも来るのかな一緒に噛み手に来てください。<laughs> 毎朝6時45アラームに起きなんか申し訳ないよもう <laughs> そうなんな告知できなくてそう朝配信だと思って頑張って早起きした方に申し訳ないもんただれんはまあユニットはもちろん見ていただきたいんですけどまあビンゴは見ていただきたいですね <laughs> はちょっと見てもらいたいかな私はのんちゃんを中心に見ますのんちゃんのレスもらえるタイミングでかみ出すようにしてるほいって <laughs> またかみてのんちゃん推し公演になるあでもそうかみていることまあまあ多いの。 甘々豆腐作って食べてますだってコンビニじゃなかったか <laughs> コンビニじゃなかった昨日の一件でまた所長が「勝る」って言っててちょっと笑った何で勝るんだ <laughs> そうそう昨日見れなくて柱が邪魔なんで外しますだって あのもう,こうあの劇場が壊れちゃう。<laughs> 壊花王も室長も行きず泣いた。大丈夫、いつか当たります。絶対、いつか当たる。<laughs> ママちゃん所事情により当分公演に入れそうにないんよ。あら、残念だ。お待ちしてます。次来る時まで。鼻 <laughs> の当選メールももう来てない。 ワンちゃんが手を振っていると自分に振っていると思い込めないので悩んで振れない。とりあえず振っとけばいいんだよ。<laughs> あ、反応昼夜当たって6時間耐えれる。6時間はなかなかだよ。<laughs> なかなかだね。しかもちょっと暗いもんね、客席がそれでは私が柱になります。 私、公園出れない。<laughs> あ、柱の代わりに、やすちゃんが劇場の天井を支えますので、ご心配なく、だそうです。出 <laughs> 張限定公演の前、せっかく、坂上がり公演なのに、あの方もあの方も出れないんだね。ん 完了当たった！おめでとうございます。お待ちしてまーす。<laughs> 体が丸まってたから、ちょっと。三十秒だけ。三十秒だけお許しください。体がちょっとね、そう、ずっと寒くて丸まってたから。そう、もう冷え性で足がすごい寒くて寒くて。 冷たいんですよ靴下はだからといって履きたくないっていう矛盾ですねハドアンってたおめでとうございますってか普通にここからでも見えるわあ嘘見えないのもあった最近のんちゃんとありとゆるるあんだんと言えなかった <laughs> 最近、なんちゃんのありとあらゆる仕草が可愛くて仕方ないのですが、この現象に名前を付けてください。なんちゃん好き好き現象ですね、それは。なんちゃん好き好き現象。その気が抜けたところちゃんと録画してるから。いや、私別に気抜いてないんです。な、何のことかなうんうん。なんだ、みんな見てないよね見てない見てない。 何も見てない私がこんなこんなことしてないよねうんうんみんな多分多分なんか違うの見てたんだよ私そんなことしてない <laughs> <laughs> あただいまね中高演当選おめでとうございますじゃあその時の服装教えてね 近所は近約10日間で3日ものんちゃんに会える直接会えるの確定してるから湧いてますそう私もねそうやって言ってくれる方がいると安心して参加できますね <laughs> 安心して参加できるのんちゃんのおまじないが効いたよかったよかったそうこがあるんですかね私のおまじない <laughs> なーちゃん食べてしまいたいくらいかわいい。お腹が減った。<laughs> っ食べないでもらって。<laughs> 私もお腹すいた。そう、冷え性だしね。暑いし。え、昨日何もないです。俺の話を聞いてくれだって。何でしょうか二度目まして、二度目まして。なーちゃんぴょぴょかい。<laughs> ご家族の方すみません <laughs> そうクリスマスお話し会もありますね愛ちゃんにそう食べられそうになったことはありますねそうでも愛ちゃんがホテちゃんの生誕祭の時に焼いちゃいたいみたいに言ってて焼いちゃいたいと思ったらあのハロウィンの時にホテちゃんが鳥ひよこのコスプレしててそれで焼きたいって言ってるらしい <laughs> それね言ってたらしいです。<coughs> 今度、なんちゃん公演出るときが安見します。ごめんな、上、上のコメントがすごくて。水いいけ <laughs> で、ティラミス100個食べ、え、100個食べたのえ、冗談じゃなくて、ガチ昨日の見れてなくてさ。へえ。 大食いだね。<laughs> 大食いだね。じゃあ次ね。そう。ごめんね。ちょっと読んだね。私が公園出るときは、見てください <laughs>、うん。そう、誰が動くんですかね。まあ、焼き鳥にしたいって意味だったらしい。<laughs> 早く認知されたいので頑張る。うん、大丈夫でもう分かるよ <laughs> まあちょ。ま直接会ってね。顔もリンクさせないとだよね。冗談だよ、キュンキュンでだって。<laughs> ゆっくりだよ。私、ゆで卵そんな <laughs>。うーん。斎藤げたさん、ハート100ありがとうございます。

<laughs> ななちゃん、私の家こたつないです。のんちゃんが動くんじゃないかと期待して待ってます。どうだろうね。<laughs> どうでしょう？私だとしたら散歩地だよ。<laughs> できる場所。 なぜかノンバーグという単語で頭がいっぱいになっている。ハンバーグとノンちゃん。ノンバーグだったらエリコバーグさみになっちゃう。ノ <laughs> ンちゃん好き好き現象公園かなだって。ノンちゃんが埼玉に帰郷するかもしれない。<laughs> なう <laughs> 何よななも起帰してんのよ何をお食べになられてるんですか <laughs> めちゃ聞かれるからちょっと。これ食べてます。だいぶ食べた。だいぶ食べました。まあでものんちゃんはいっぱいいても食べないでください。<laughs> 食べないでください。怖い怖い。 ラブラブのんちゃんズから好き好きのんちゃんズになった。ほんとだ。<laughs> めっちゃ変わるやん、名前。のんちゃんにケチャップつけて丸かじりしますわ。やめなさい。<laughs> いや、マヨネーズがいいな。<laughs> マヨネーズがいいな。ケチャップよりマヨネーズ派だな。<laughs> マヨネーズ派だな。 私はマヨネーズ派ですなんかハマっただってよかったミリオンのんちゃん遊ぶ用のんちゃん食べる用のんちゃんやだここなんか肉食いっぱいいるんだけど <laughs> やばいともいされちゃうちょっと怖いこことも <laughs> いされちゃうそうマヨラーでした今日の服まあモコモコっちゃモコモコだけど あのなんか、ま、もこもこか。<laughs> なんちゃんはそのまま生で素材を楽しまないと <laughs>。まあ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 。でも、兄に昔、のぞみを食べようとしても、なんか、なんだっけ、だししか取れなさそうみたいに。兄で、兄かのな,なんか言われました。うだふ。そう、だししか私では取れないらしいです。 まずなんでそんな話してんだって感じだけどね。あ、そう、兄と無事仲直りしました。年内に。<laughs> こんばんはー。こんばんはー。<laughs> アイドルイ、あ、ああアイドルを食べれる部屋はここですかここですかね。 飲んだし、やだな。<laughs> そルメとジャンルが同じ <laughs>。確かに。なんか今日怖い、めっちゃ可愛い可愛い言ってくれるんだけど、なんか企んでる <laughs>。なんか企んでるんです、いい日だ、今日は <laughs>。 今日はいい日だ今日のコメラン大丈夫かなお前が言うなだって <laughs> まあまあまあ、まあ、えっいつも可愛いよだって <laughs> もうここが気になるここが気になってもうお前出しちゃえばいいか生まれたての小鹿ぐらい可愛いって <laughs> 怖がらんでもらって 嫌がちで可愛いだって。のぞみちゃんは噛み締めれば噛み締めるほど味わい深いですね <laughs>。クリスマス近いからきっと。ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。うーん。イルミネート <laughs> イルミネートかなキュロキュロバブちゃんみたいな可愛い。<laughs> あれでも同い年で。<laughs> どんちゃんは離れるとバブなのがバレてしまうそうなんか喋る前は大人っぽいだけど喋ると子供っぽさが出るらしいこんばんはそう難しいよね初見さん来たらやばいルームって思われる多分もう思われてると思う <laughs> もう思われてると思う 手遅れです。<laughs> もう手遅れなんだ。スルメイカみたいですね、だって。私、あれになっちゃったよ、もう。27日で15歳だから、ほぼ同い年じゃないよ。私、1月25で15歳だよ。<laughs> 15歳だよ。だから、1ヶ月ないくらい、かな 私も15歳です。来年の1月。早生まれなんですよね。確かにスルメイカみたいだよね。スルメイカかわいいのか <laughs> スルメイカかわいいのかのんちゃん、笑顔好き。ありがとう。<laughs> なぜなら、噛めば噛むほど味が出るからです。見れば見るほど成長は見れるでしょう。<laughs> だからのんちゃんはバブちゃんなのだらしいです <laughs> そうなんか最初大人っぽいって言ってくれたけどバブちゃんらしいですもう私は <laughs> 来年の3月20で31歳になっちゃいますあじゃあ今30歳いいやんいいやん <laughs> 来月の誕生日は盛大にお祝いしましょうお願いします そう。初だもんね。<laughs> 本当に7ヶ月早かったな。早いよね、うん。びっくり。だってもうオーディション受けてるくらいの時期じゃない。わかんないけど。そのことは忘れましょう。だって。全 <laughs> 言撤回された。はじめまして。初見ありがとうございます。東海、な、なんて読めばいいんだ。なん難しい漢字がいっぱいある。 勉強は苦手だなんか私学校でも身長高い言われるようになりました私は身長伸びてます <laughs> バブはバブなのバブなのだ姫は姫なのじゃなくてバブはバブなのバブなのなバブバブ姫ァイト <laughs> やばい、変人だと思われる。やばい。<laughs> な、な、何もしてない、私。<laughs> 何もしてない。何もしてないです。<laughs> 何もしてない、もう。日本もしてたもん、んまみちゃん壊れただって。<laughs> そう。 どうしたのお疲れかな <laughs> マブヤマさんのルームはこちらですかこちらですね。大きなキムチを食べようね。なんでキムチ <laughs> なんでキムチだ恋のひめひめぺったんこ。<laughs> そう我らがの聖地秋葉原でイ虫ムシペダルの主人公小野田坂道くんは。 ママチャリをこぎながら歌っています。<laughs> 多分でもあれ劇場と反対側なんだよね、駅から。なんかお父さんに聞いたら、劇場の反対側でこれって言われました。ち <laughs> 劇場側に来てほしかった。その劇場と反対側にさ、あのエキ、JR の駅から出て。 反対側になんかまあみんなが想像するであろうなんかゲー,ゲームえなんか何て言ったらいいお店がいっぱいさある通路があるじゃんそうあれ通ってるから反対なんですよそソってそう <laughs> そこっち側もいつか通ってほしいですね なんちゃんすぐうちのこと覚えてくれて嬉しい。えすごいいっぱいコメントしてくれるから。<laughs> そう、コメントしてもらえるとすごい覚えやすくて助かってます。そう記憶力がいい方ではないので、ありがたい。<laughs> 誕生日のカウントダウンできないのよ。私もだから、これができない。 じゃわかる。方にはわかると思いますが。暗闇の中、これができない。残念。やっぱやろうと思えばできるけど。本当に壊れたのかと思ったら、アニメの影響だったの、おもろだって <laughs>。<laughs> そう、ちょっと私が宣伝しちゃって、うん。100万回コメントします、だって。覚えてもらえるように頑張らないと、わしは初見と思ってます。<laughs> だいぶ覚えてると思うよ、私、このコメラにいる方。だいぶ覚えてますよ。なんちゃんにもっと覚えてもらわないと。え散々、あの、お手紙もらって、覚えてないわちょっとさすがにやばい。さすがにやばい、ちょっと <laughs>。さすがにやばいのでさ、覚えてますよ、ちゃんと。覚えてます。 七のし決まらなかったけどのんちゃんにしようかなご検討ください十八 <laughs> 期を待つって方法もあるよねちょちょちょっとちょっと掛け持ちでいいんじゃんおしましでちょ,っとちょっとそのその発言は見逃せないな <laughs> こんばんはー。私は傘とかネギ持ち込んでる人とは何だろう。そう、あの傘私も欲しい。どこに売ってるの <laughs> まず普通の傘を買えって話だけど。あれ、あるのすごいね。持ってるのすごいわ。AKB に推しがいないのならぜひ探してみてください。<laughs> そう、意外とね、ちゃんとあれですよ。 あーってなります <laughs>。なも、はじめましてです。焼きそばパンさん、はじめまして。初見ありがとうございます。確かに、のんちゃんのから認知ないと泣きます。だって <laughs>。あれはお急ぎ便でした。ショールーム見てすぐに、ね、出し込んだんやで。だって。夫婦ゲー。それ、すごい。 すごいと思ったでしかもちゃんとあれああの青と紫だっけペンライトカラーの傘だった気のせいだった気がするんだけどそうそうだったっけゃ七 <laughs> 期はのんちゃんだけです。ありがとう。<laughs> ありがとうございますもう傘はなんとか立ち直りました畠山のぞみさんでこう一回見たいと思ってます生で <laughs> 生でそこが気になるの認知もらうために小野田くんみたいな丸眼鏡つけようか <laughs> 丸眼鏡つけるのは見たちゃん <laughs> えー、もう再現って <laughs> 小野田くん推しかな <laughs> えー、でも丸眼鏡ねまあいい,いいのかな <laughs> でもあの,あの丸眼鏡普通にあれだよねつけやすい眼鏡だよねんか誰がつけても可愛い形な気がする なんかやっぱ多いよな、ね、ここ。でも出てくるんでしょうね。ピンで止めればよかった。ピンで止めればよかった。<laughs> った今日も可愛いね。ありがとう。<laughs> 6年前くらいに一人だけ教しいたよ。へえ、どなたですかどなたですかあっちが。てか <laughs> そうそうなのかやっぱ紫たるで推しカラーにしましただよねだよねだよねあの今振り返っててあれってなった遅 <laughs> ってねそう今振り返ってて思い出しましたありがとうございます <laughs> 生ん生長ネ、ね、に持参するおっちよい人だもんねだって <laughs> なんちゃんで AKB 戻ってきたので事実 倒しなんですよね。まあ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 まん <laughs> 戻ってきてくれるのなら。受験終わったら激じゃんに行くね。そうだ受験じゃん <laughs> そう我ら受験だ。頑張ろうね。<laughs> こんばんはな。長ネギの弱点は匂いだけ。ああ、確かに。 それでは劇場までスパイダーダンシングで入りますだってのんちゃんのショールーム視聴者がどん,どんどん増えていていい感じですねね4000人行ってましたいつの間にでももう終わっちゃうから5000人はちょっと無理そうですね <laughs> 4500人が行けるかどうかからいかない今日久しぶりにガンプロ作りました ええー、ガンプラーはわかります。ちょっとなんか、これでこうこうこうでみたいなのわからないけど、ガンプラの存在は知ってます。そう、一回なんか作ろうとしたんだっけ記憶があります。頑張ろうね。<laughs> なんちゃんは頑張らないって頑張んないと。え、ネギー多分持ち込んでも多分、あの、毒がないかとかの確認だけで済むんじゃない、多分。 迷惑かかんない程度なら別に大丈夫だと思います受験になったらさすがに毎日配信できるかなだからそこそこよねそこよねそこよね <laughs> そう私別にそんなめっちゃ偏差値の高いとこに行きたいっていうあれではないからでもねちゃんとやらないと落ちちゃう <laughs> 公園初日しか行けなかったのでまた来年会いに行きます。ぜひ来てください。初日ならなおさら私たちの成長が見れるのではないかと思われます。<laughs> 最近のんちゃん推し増えてるえ、でもなんかすごい気にし、推し,推してるかどうかは一旦置い,と置いとくにしてもなんかすごい気にしてくださる方が増えましたね。ありがとうございます。もう嬉しいです。 <laughs> こんばんは、クルニーさん。初見ありがとうございます。でも全然勉強進んでないんですよ、もうちょっと。もう先生にも、うんうんってなってる。<laughs> やばいも、もんみんな受験生だよ、私。<laughs> <laughs> 劇場は本物のネギサイズ的に合うと。ファンミなので気を入れて長ネギ仕入れました。 長ネギサイズ的に切って持っていけば。<laughs> <laughs> 頑張ってください。ありがとうございます。僕は自分の実力より2ランクぐらい下の偏差値の高校に行ったな。でもそれが今の大学の巡り合わせになった。うん、まあやっぱ高校大事か。大事ですよね。私、まんちゃんが気になって寝れない夜もある。 ちゃんんと寝て <laughs>、うん、だってあのもうあの,併設あのお披露目を見ている方はわかるかと思うんですけど私のあっいな研究所でも見れるか勉強が得意じゃないのでそんな中学受験するほどの頭じゃないんですよ毎日配信頑張ってるからコメントもかなり増えたし知名度も上がってるよそれで私がちゃんとさっきあんまねお菓子ボリボリ食べてたからコメント読んでなかったけど 読むとすごい増えます。<laughs> 前回の成長根元から成長できるできてるかチェックします。お願いします。<laughs> あでも自分でそうやって言っちゃうとハードル高くなるか。<laughs> 今後体 KB の両立大変だよね。頑張って。ありがとうございます。そう頑張ります。<laughs> 毎日配信が嬉しいです。よかった。喜んでもらえて。 のんちゃんはみんなに愛されるキャラだと思うよ。ありがとうございます。のんちゃん受験頑張れ漢字クイズ出すね。ちょっと、ちょ,ちょっともう私読まないかもしれない。<laughs> 私もそれならコメント読まないかもしれない。のんちゃんが気になって夜しか寝,寝れません。じゃあ大丈夫だ。そう。じゃあ大丈夫だ。<laughs> お菓子食べるのに忙しいから仕方ないよ。だって。 ファーミンにて持ち物検査レポあこれは気にしないでください <laughs> 気になるわ迫 <laughs> 力テストのんちゃんワースト、うんなんだ何3人もいただろえわ <laughs> <laughs> かんないな <laughs> のんちゃんの配信楽しみにしてますありがとうございます のんちゃんが気になってよく眠れる夜がある。のんちゃんのことをそんなに考えているならきっといつか夢に出てきます。<laughs> いつか出てくるんじゃないかな。のんちゃんのことが気になって朝に目覚めます。だって。のんちゃんの配信がいつなのか気になって何度も起きてます。<laughs> そうねちゃん。ちゃんと私はあれを入れる癖をつけないとね、予約を。大喜利始まったね。<laughs> なんちゃんが眠らない夜もあるまあなくはないですねちゃんと最終的にやんでるけどね4500人いきそうだよね朝起きて通知押すと大体終わってるので夕方助かるそう私もできるだけ夕方にやりたいです <laughs> 本音なんちゃんが気になって朝晩眠朝朝朝昼晩 <laughs> 眠ってます。なっちゃん見れたんで3食しか食べてません。健康だ。<laughs> 健康だ。なんかすごい大喜利始まるやん。<laughs> 急に始まった。じゃあ、ランキングを読んでいこうと思います。13位。ズーシミケンスーケさん。ズーシミケンスーケさん。 ありがとうございまーす。12位が斎藤もげたさん。斎藤もげたさん。ありがとうございまーす。11位がくじらさん。くじらさん。ありがとうございまーす。10位が中地さん。中地さん。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。あら、変わ、変わりましたね。もう一回読,読もうか。<laughs> 十四位が中島健介さんありがとうございます。十三位がカズヤさんカズヤさんありがとうございます。十二位が中地さん中地さんありがとうございます。十一位が斎藤真太さんありがとうございます。やばい急がないと私間に合わなくなっちゃう。う十位がクジラさんクジラさんありがとうございます。九位がマシンガーさんマシンガーさんありがとうございます。 7位が、8位がヤ <laughs> スさん、ヤスさんありがとうございます。9位がルパンさん、ルパンさんありがとうございます。6位がレイレイさん、レイレイさんありがとうございまーす。5位がママちゃん、ママちゃんありがとうございます。4位が吉富美さん、吉富美さんありがとうございます。 が、ちろりんさん、ちろりんさんありがとうございます。2位がおがけんさん、おがけんさんありがとうございます。そして1位が鎌倉殿様、鎌倉殿様ありがとうございます。では、ハンバーグをやりましょう。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きってやってください。行きます。ハンバーグー。 大好きー。はい、痛いありがとうございました <laughs> 肘がぶつけた。<laughs> 痛い。そう、今日のコメ欄は平和でしたね。そう、無事、ね、4500人も行きましたし、満足です。<laughs> ありがとうございました。ギリ破壊はしてないです。<laughs> 大丈夫です <laughs>。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。肘が、<laughs> ありがとうございました。